はい、こんにちは。沖縄おばばでーす。はい、ミッキーさん、お昼寝中です。伸びーっとしてますね。そしてお腹抜けです。かわいいですね。ふかふかですね。はい、えー、中国観察さ,さんですね。面白い動画をあげていました。えー、G7 の動画ですね。えー、皆さん、えー、見てる方は見てますけど、えー、なんと、おー、まず最初はね、あの、 エリエリザベザベ、ザベザベちゃんですね。エリエリのザベザベちゃん。彼女がなんとケーキを切ってるんですけど、その時のケーキのナイフが反対です。はい。逆さまです。はい。えー、逆さまだということにみんなあの指摘してますけど、それでも逆さまで切ろうとしてます。はい。逆さま。これはどういう意味を表しているんでしょうか はい。そして次の動画ですね。はい。次の動画も面白いですよ。次の動画はですね、あれですね。はい。えー、Make G7 Great Again ということでね。えー、はい。えー、バイさんが退場して、えー、トラさんが <laughs> 出てきて、えー、みんなで踊りを踊っているという <laughs> 構図です。はい。これね、あのー、面白い動画です。はいあ。制作の動画ですのでね。皆さん、あの、これ本物じゃないので、まあ見ればわかりますけどね。はい。そしてですね、次です。次の動画,動画っていうか、ね、次はあの、 中国語の文章が出てきます。えー、一応ね、えー、皆さんにお伝えします。えー、これ、トラさんの言葉ですね。はい、えー、トラさんの言葉で、えー、フランスのマクロンロンさんが、アメリカの大統領クラブの一員になれてよろし、嬉しい。喜んで協力します。と言ってます。はい、えー、そして、えー、トラさんの言葉が続きます。この言葉のようにね、 え、不公平な拒否が行われ、他のリーダーたちも以前のようにアメリカを食い物にしようとしています。アメリカはまた前のように他の国の軍事費を大幅に負担することになって、アメリカから色々奪おうとしていると言ってます。で、彼らがバイさんをトラさんより好きなのは当然だろうと言ってます。お金をね、出してくれますからね。はい、えー、私が彼らの立場だった、な、 だったら同じだろう。はい。えー、アメリカが変わるまで彼らは G7 ですね。アメリカの富を奪い続けるであろうと言ってます。はい。私はアメリカンファーストを支持するとトラサー言ってます。はい。えー、次ですね。次は あのー、なんて言うのかな。やっぱり、これ、多分 G7 だと思うんですけど、これも多分合成だと思います。えー、トラさんが出てくるの図ですね。はい。面白いので、ぜひぜひ皆さん見に行ってください。それでは皆さん、またごきげんよう。沖縄おばばでした。